じゃあ、とりあえずこれでもう実際レンダリングをすると絵になりますが、まだライトも何も設定してませんので、ここから環境を作っていきたいなというふうに思います。いろんな設定があります。CG の場合ですと、さっき長尾さんの、プレゼンの中にもあったと思うんですが、例えばライトを設定して、ライトからどのぐらいの強さのものがいくかとかっていう設定もあります。いわゆるライティングノウハウが必要な場合というのもあると思うんですが、ちょっと誰でも作れる簡単なちょっとライティングの設定で作ってみたいなと思いますね。まず箱を作っちゃいましょう。みんな箱をちょっと作っていますけれども、箱をですね、ちょっとこれをひっくり返していきます。この人は何をやってるんだろうと、ちょっと不思議と思うかもしれませんが、まあ、ちょっと見ていてください。ちょうど箱の中にですね、このシェーバーが乗っかるというような感じに私やってみたいと思いますね。まあ、こんな感じでいいですかね。もうちょっと下に移しましょうか。こんな状態でいいと思います。じゃあ、この箱をですね、バラバラにしていきます。今、手前の蓋だけ私外してしまいましたけれども、じゃあ奥の箱を、じゃあ、デタッチというツールで外しちゃいましょう。じゃあ、この奥の箱を少しこの辺もですね、写真撮影みたいな感じの、ホリゾンタルの状態にちょっとかけていきますね。こんなんでいいですかね。じゃあ、これスムージングもちゃんとかけましょう。自動スムージングをポンと押さえておきます。で、今、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、この床から背面と囲う面というのが私、分かれてるんですけれども、じゃあ、この囲う面にですね、マテリアルをつけていきます。これも同じアーキアのデザインというマテリアルをつけて、この艶消しで色は白ですと設定します。で、割り当てちゃいます。で、これだとまだライティングは何もない状態なんですが、さっき物理的に正しいという値をつけられますよというお話をした通り、このマテリアルの設定の中で自己証明というのがあります。この面積の明るさがあって、この面積は物理的に何カンデラの値を出すのかというのを設定しちゃいましょう。今、1500になってますが、そうですね、3000カンデラぐらい、ちょっと強めに設定します。じゃあ、この床の部分に関しては、普通のグレーの色に設定をしてみます。これでも大体おしまいです。すごく簡単ですよね。ライト1個も置いてません。ちょっとライト1個置いていますけど、まあ、キーライトとかでこういうのつけてもいいでしょうね。今回はちょっとオフにしておきます。次にこの中にカメラというものを設定しますが、カメラ設定して、カメラから見るとこんな感じだよと見えてるのが分かると思いますね。もうちょっとカメラ寄りましょうか。で、カメラも、例えばレンズの、どのぐらいサイズのレンズを使うか、例えば24ミリにしようかなとか、50ミリにしようかなとか、85ミリにしようかなと、選ぶこともいいでしょう。まあ、選んでいただいて、ちょっとアングルを変えましょうかね。こんなアングルにしてみたいと思います。どうしようかな。これ自体ちょっと向き変えましょうか。よいしょ。このシェーバー自体をちょっと全部一回グループ化しちゃいましょうね。回転で、よいしょ。90度ちょっと横に傾けておきましょう。このぐらいのアングルのが見やすいかもしれないですね。で、セーフレーム、どういうアングルかな。もうちょっとカメラ引きましょう。で、レンダリングしています。なんか真っ白けっけの、全然絵にならないような絵になっていますが、実はこれ正しい設定なんですね。で、昔の CG ソフトっていうのは、本当にこうライトの強さを自分でこうノウハウをベースにして変えていったりとかして、すごく手間がかかったわけなんですけども、さっき何度も何度もしつこいように物理物理って言ってますが、今実際の物撮りと同じような設定をかけることができます。いわゆる露出です。カメラの場合ですと絞りを絞ったりとか、あるいは例えば ISO 値を上げたりとか引き下げたりとかして、撮った写真の明るさをコントロールしますけれども、先の指示を全く同じような設定ができるようになっています。この傾向はですね、まあ、弊社が提供しているこのメンタルレイのレンダラだけではなくて、他の、例えばサードパーティーのプラグインメーカーさんが作っているレンダラでも同じ傾向があります。MAX で有名な、まあ、マヤバーも出てますけども、例えば V-Ray って言われているような、レンダリングプログラムも同じような、設定で露出を設定することができます。シャッタースピード、だいたい40分の1秒ぐらいしましょうかね。レンダリングプレビューでちょっと見てみましょう。今、小さい画面で計算をして見ています。あ、もう結構一発でいい具合になってます。あとはちょっとカーブを補正して、ちょっと絵にメリハリをつけてあげたいと思いますね。こんな感じ、もうちょっと上
こんなイメージですかね。これでも設定終わりましたので、じゃあレンダリング解像度もちょっと思い切って上げちゃいましょう。どれぐらいしようかな、 1K ぐらいの設定で、よいしょ、やっています。レンダリング、で今、リアルに CAD データを取り込んで簡単な面修正をして、マテリアルを設定して、ライトボックスにそのモデルデータを置いて計算した結果がこれです。自分で言うのは何なんですけど、結構きれいにできたんじゃないかなというふうに思います。多分同じステップやっていただければ、ここまでは、多分私今話しながらやってるんですけど15分ぐらいでやってますが、多分もっと早くできます。それだけ今簡単になってきてるっていうのをまず、認識していただければなというふうに思います。